しげしげチャンネル。どうもしげしげです。本日も無課金サブサブ赤コラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日はスカー派降臨やっていきたいと思います。壊滅級全属性必須、こちらですね。正月リーチェアルジェパーティーで、まあいけるかなって感じはしております。まあ、空風林ジークフリートをリーダーにしてクリアすればプラスもらえるっていうのもあるんですけど、まだ空風林作れてないのでジークフリートもね。でそれで言うとこのスカーハ降臨の序盤で空風林落ちるんで、それ落ちて、まあ、持って帰ることができたらそれ育ててもう一回ね、その条件付き、クリア目指してやっていきたいなと思っております。ではパーティー見ていきましょう。まず正月リーチェ上杉の武器ついてます。で光目の輪がこれは卵、色欲の卵で、ジビアシストがナビの武器で、フェゴランがフェゴランの武器、これめちゃくちゃ強いよね、やばいわ。でホルスにこれはカラットか、カラットの武器で、フレンドさんがシーリングボード、これでやっていきましょう。いやなかなかねギミック多いし難しかったんですよ。ちょっと今ここ尻尾パタパタしてると思うんですけど、ここに黒猫ちゃんが横たわってます。可愛いでしょ、尻尾がピョッピョッと、尻尾出演。はい、まずバトル1ですが、変身できるんで変身して真ん中チェックでぶち抜きたい気持ちあるんだよな。これ真ん中抜かないと。それで言うとカラットもう打てるんで打ってもいいのかもしんない。真ん中ぶち抜かないとさめんどくさいもんね。いや取っとくか、さすがに取っとくか。行きましょう。木の L 入れようか、この感じだと。よいしょ。ね、両端を残しちゃうとめんどくさいんですよ。何がめんどくさいか、吸収してくるんですよね。倒してほしいけど全然無理、全然無理だった。まあ そしたら正月リーチェ貯めてそれでいきましょう。ただねなかなかね強いんだわ、攻撃力が高いんだわ。これ L 字組み損ねで即やられると思う。ちょっと尻尾、尻尾で邪魔してる、負けないよ。ああむしろ倒せそう。むしろってなんだ、まあいいや、倒せればそれはそれで。このね 75% 減が効いてるからね、それがいい感じに。でこれでいけんじゃない、なんけど、あそんなに落ち込みはない、あそんなに落ち込みはないな。あ落ち込みならなかったら倒せてたっぽい雰囲気。一方で邪魔しないで、はい、でも落ち込んなければどうでしょう。落ち込んくるなこういうことに限って。なーなーなー、あ一回からね厄介なんですよね本当に。だからカラット初手カラットだね。真ん中チェックのアルジェ変身の初手カラットで、ただボスの前の前かやられるときにデバフ飛ばしてくるんで、そこのね上書き要因のエンハンスとしてもちょっと欲しかったんですけど、まあしょうがないか。どっかでちょっとスキルダメしよう、戦略的スキルダメしよう。さあどうだ、あこういうときはね落ち込んだんだけど、まあ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 見たね、さすがのカラット。よし、1本ね、落ち着いて。つけ。で、この毒目覚め、お邪魔目覚めは、目の輪でいけるっしょ。OK、ナイス、上書き。回復減っちゃってるから、あんま耐久したくないね。でも、スキルダメできないわ。早々に諦めていくんですけど、とりあえず、はい、このパーティーの見た目なかなか良くないです、一括少ないし、真ん中に滞在流が2体入ったことによって一括さが増しました。でここの空風林に関しては固定ダメージで抜けると思うんで、あそしたら全然スキルたまんないじゃん。
とあと14ターンだ。じゃあデバフをなんとかしのごう。この次が消せないドロップ状態とかあるんですけど、フェゴランがねそれを回復してくれるんで、とても優秀なフェゴランが。フェゴラン引けてよかったよ。しかも理想の形、フェゴランにフェゴラン武器。あれ、あ、低追撃通らない。あ、10万か。10万なら通らねえわ。5万追撃とかだったらね、通るんでしょうけど。まあいいや。そしたら、じゃあここでスキルダメですよ。L 字だけミスらずに、こんな感じで、回復力がね、低くなってるんですけど、お、邪魔してんの？あー待って、回復なくなったな。回復減ってんのも地味に痛いし。したらフェゴランを一旦使おうか。スキルチャージあるからたまんないか。いや今使うのミスだな。いやでも回復欠損するのは仕方ないじゃん。しちゃってたから仕方ないじゃん。使わないで負けるのと使って負けるのどっちがいいかって考えたら負けないんですけどね。負ける気はないんですけど、この気合で全然回復しねえわ。あぶねえ。これ積んでない？これアルジェ使ってぶち抜いたとしてもこの時先制あるんですよね。いやほんとね、このダンジョンギミック多いんですよ。なんとかメインアカウントでは頑張りましたけど、しんどいな。だからここは攻撃来ないか。でも回復ゼロになっちゃう。積んでるよ、積んでるんだよ。回復強化アルジェじゃなくで、フレンドさんバレイデの方がいいのかな。でも結局ボスの無効貫通がさ、ジビからのリーチェとかで2ターンで決着すればいいのか。あ、ちょっとパソコン再起動させないでよ。それで行きましょうか。フレンドさんバレイデで行こうか。はい、時が経つのは早いものでスタミナがラストです。行きましょう。いやー勝ちて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 ー。バトル1、もう L 字とかはいらなくなったから、全力で組むとして闇がない。まあ大丈夫か。でもカラッと温存いく？温存いこう。カラッと温存で頑張って倒していく。耐久しながら。正月リーチェが加わったことによって耐久力は若干上がってると思うんで、なんなら倒してほしいし。コンボ、うん、知ってた。あ、でも両端倒してないから大丈夫じゃない？大丈夫だろ。 OKOK。 スーパンで沈められるならそれはそれで。ただ光がないな。いやでも真ん中だけチェックして平積みしとけば大丈夫なんじゃない？遅延はごっそり食らっていくけど、お、いつまでも存在。おっしゃ、真ん中倒した。リダチェン5ターン。フェゴランは、あ、大丈夫。50倍以上で軽減の。あ、しかも固定5万ダメージ持ちだ。え、これこのまま突き進んでいきたい。って考えたら、フェゴランリーダーでいいんじゃない？これ突き進んでいけばさ、フーフーリン、簡単に抜けるっしょ。おっ、停止。おっ、どうしたの？すごい。あれ？抜けん。遅延食らいまくってるけど大丈夫かな。まあ、いっか、もうこの際。今更で。今に始まったことじゃない、遅延を食らいまくるのは。このアカウントは、遅延耐性集めはね、全くしておりませんもので、しろよっていう話なんですけど、そこまでスタミナが回せないというか。言い訳なんですけどね、結局。はい、バトル2。ここは、早いとこ、
パレイで撃つ。いや、大丈夫か。とりあえず、何目の方だな。で、ここはサクッと突破して、この次フェゴランの固定追撃多分抜ける人5色あれば。だから、バレイで使ってもいいしね。それで言うと、ボスに向けてジビが全く溜まってないんですよ。試合の使いすぎて、有名。モテル3。そうで、まあ、自力で5色目指すか。ちょっとスキルためながら。そんなんで行って、水、光やめ、あ、あるわ。もあ、水ないわ。何でもないです。今度は光がない。で、きついから、イディアル使おうか。ジビがあと7なんだよな。まあ、もう一発大丈夫か。もう一発行こう。もう一発食らって、このまま。ねえ、しっぽ。遊ぶ？遊ぶ？こっちよ。これで、ちょっと納得していただけるものかな。あ、待って、変わっちゃった。最悪だ。まあいいや。あ、でも、この次、半分切ったら攻撃なしで、回復ゼロ食らうから、その時バレー入れてよくない？それで、落ち着いた。冷静に。冷静な判断。ここでね、バレー入れを。と思いきやの冷静な判断があると大丈夫なんです。半分切ったら2倍からの7。よし、これをバレイでして、いや、順調は順調。猫ちゃん、鼻がムズムズしてきたよ。毛がすごいよ。うん、大丈夫大丈夫。力伸びてるからコツコツ。痛いな痛いな。どうしたどうした。トマトモードじゃん完全に。待ってってねえ、映ってるかな。映ってるわ絶妙に。これもう一発、え、待って、回復ない。なんでそういうことするかな。メノア、メノア使うか。結局ボスの決め手としてはジビからの正月リーチェからの感じだから、あまりメノアは使ってもいいのかもしれんが、いや、一旦温存しとくか。一旦さすがにこの枚数ならよし。水決めよう。 OK、 倒したでしょ。多分大丈夫だよね。先生受けれるよね多分ね。8万。そう、これね、リーダースキルの経験とか剥がされるんですよね。相手が最後勝手に動くから。フェゴランはロック解除もついてる。素晴らしい。なになになに、どうした。うわ、回復、回復が3つしかないけど、どうしようかな。やっぱ光目のままでいくか。光メノはパラット、光メノはパラット。これ結局追加攻撃しないといけないから回復5個欲しいんですよね。いや、むずいな。光メノはで回復5個できるとも限らんしな。いや、でもうちのメノはやる子だ。痛い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 な痛いな。
よし、作った天才だ。よし、じゃあこれはカラットだよ。で、フレンドさんのイデアルも交換図ついてるんで、いけないかな、カラットで。カラットで、足で邪魔しないで。ちょっと待って、絶妙。はい、7の OK。 おーでしょう、頑張れ。よし、甘かった、甘かった、僕が甘かったです、すいません。指がいい、うーわ、指4秒スマート1。あー、マジか。これはスマート1打つしかない。うん、これはしょうがない。でボスで若干耐久を挟もう。耐久挟んで、正月リーチたまに直したら、まあ、フェゴランとの兼ね合いを見て、タイミングを見て、フェゴランじゃないや、ジビだ、ジビとの兼ね合いを見て倒していこう。とりあえず OK、 ボス到着、到着、到達。なんだよなんだよ、グイグイ来るな今日、すごいな、かわいいな。ここは暗闇目覚めは食らいたくないから、今リーチが生きてる間にジビ使うとリーダースキル発動できなくなっちゃうから、ジビを使う時っていうのは、まあ、バレイレだったりフェゴランだったり光メロンだったり、正月リーチ、これほぼみんななんですけど、その辺を組み合わせて色は確保してあげると。お、痛い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 な痛いな、蹴らないで、蹴らないで、足すごいな、すごい、今日妨害がすごい。よし、これでとりあえず暗闇目覚めは食らわなかった。ちょっとまた再起動するじゃん。あ、これ色ないな、制限がかけらんないけど、すごい鼻ムズムズしてきたよ、本当に本当に。これだけかな、どうしたんだい、お尻触っちゃうもんね。よし、これで正月リーチ溜まるまで待ちます。待ちましょう。ほら、耐久戦です。正月リーチが溜まり直したら、カラットもワンチャン溜まり直さないかな。ジビ正月リーチがいければ倒せそう。あー、遅延、そうだ、遅延をガンガン飛ばしてくるんだった、そうだ忘れてた。いや、厄介だよね本当に。まあでもこのキャラ1体確保してピン投げでもいいから、スキル上げちゃえば普通に強いからな、リーダーとしても。光以外、尻尾一回、こんなんでどうでしょうか。よか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 、超根性まで戻らなければ全然それでいい、全然いいよ、むしろ安全だし。あと遅延を連続で飛ばしてこなければ全然いい。ちょっと OK、 で遅延やめてね。はい、遅延長期戦だこれは。
ばい、しんどいな、耐久がしんどい、ルーレットが本当に邪魔すぎる。これ正月リーチさえが溜まればあと1ターンなんだよ。あと1ターン溜まればもう押し切れる気がする。ジビで正月リーチで、まあ、ルーレットとかすごい邪魔だけどね。だからこれは何としても回復をしながら全ショット決める。お、全職、いいんじゃない？追いつけ、回復追いつけ、頑張れ。よし、溜まったぞ。うん、半分ぐらいになったけど、うわ、下げられた。4ターン、くそー、あと1ターン、うわ、ジビがやばい。ジビがあと3になってしまった。いや、しんど。待って、しんどい。これはしんどい。マジでしんどい。ジビが使えなくなるのはやばい。あ、ずれた。うわ、最悪だ。やばいか。やばいか。HP やばいか。うわ、危ねえ。いや、待って。いや、もう正月リーチ行こうか。でもジビあと2ターン耐えれればって感じか。2ターン耐える、回復2コンボしながら4ショット、やめてね。これで回復2コンボしてる。あとはあ、やばいかかな。はい、回復2コンボ。いや、追いつかないか。よしよし、1万9000。どう、あ、回復なくなった。最悪だ。でもあと1ターンでジビが来る。じゃあ回復ないのはしんどいから正月リーチ打って、あ、溜まっちゃうもん。だって上杉が正月リーチ打っといて、この次遅延来ないことを祈って、とりあえず回復2コンボ。回復2コンボ。あと色を決めたい。あー、気分が切れてきて。ちょっと耐えろ、ここ耐えれば勝ち。よし、9万9000あればいけるでしょ。で、属性吸収無効効いてます。ジビ使って無効貫通して、メノアで属性で指伸ばして、炎波ないけどキラーもないけど、まあ2ターン有効だからね。あと属性吸収無効と無効貫通が。で、最後また欠損しちゃってもフェゴランいるから、まあ、ルーレットうまく使えば一番いい話なんですけど。ヒドロップ。いや、HP やばいか。うわ、HP やばいか。倒せない。うわ、6万7000。ごめん、許して。ゲイボルグー！はい、まあ、バランスキラーで言うと、誰も持ってないですね。バランスキラーを持っているキャラクター。で、潜在のバランスキラーはあるけど、バランスマシンタイプ。まあ、触れるか。触れるっちゃ触れるんで、支援体制1個しかないけどね。まあ、だから、正月リーチあたりにバランスキラー振って、で、ジビとかに遅延耐性つけとけばワンチャンあるかなって感じで、まあ、スタミナがなくなっちゃったので本日は以上です。リベンジまたやります。無課金の方であんまりキャラ揃ってないとね、今回だいぶ難しいとは思うんですけれども、一緒に頑張っていきましょう。ということで本日は以上です。頑張ろう。